現地時間2月24日に開催されたベルギーリーグの第27節で、日本人6選手を擁するシントトロイデン、STVV、がウェステルロートホームで対戦。1対0で勝利を飾った。動画、伊藤亮太郎っぽさ全開。めっちゃうまかった、とファンが驚嘆した芸術的ループ弾この一戦で華麗な決勝点を決めたのが、MF の伊藤亮太郎だった。27分、ペナルティエリアの外でボールを受けると、左足のループシュートで鮮やかにネットを揺らしてみせた。この芸術弾に SNS 上では、技あり。うまいわ、伊藤亮太郎っぽさ全開。上手すぎて笑った、印象に残るゴールばっか決める。おしゃれループしびれますね。ループめっちゃうまかった。これぞ伊藤亮太郎っていう綺麗なループシュートだった、といった声が上がった。伊藤はこれが今シーズン4点目となった。